パン屋さんのお買い物セットだよ。開けてみようね。これはパンのオーブントースターだよ。こうやって中に入れてパンを焼いていくんだよ。じゃあこのキティちゃんのパンを入れていってみようかな。これとこれ。二つかな。よし、二つ入れて、焼いていくよ。そして、焼いてる間に、他のも見ていくと、これが、レジだね。レジ。ここに数字が並んでいるよ。1、2、3、4、5。そして下に行って、6、7、8、9、0。そして右端が、このプラスとイコールだね。こんな感じで、レジがあるよ。ここには98っていう数字が出ているんだね。そして、これが、パン屋さんのパンを挟むトングと、そしてトレイだね。ここにはキティちゃんがいて、そしてパンも揚げることができるよ。ここにはリボンがついているんだね。とっても可愛い感じだよ。そしてパンもいろんな種類があって、これだね。キティちゃんが描かれてるものと、その顔の形をしたパンだね。そしてこれは何パンなのかな？普通のパン屋さんのパンと、ここにチョココロネなのかな？ここにリボンがついているパンと。そして、じゃあチンってなったかな？開けてみると、お、焼けてる焼けてる。クロワッサンのパンと、そして、これはリンゴのアップルパイかな？アップルパイのところにリボンもついていて、とっても可愛い感じになっているね。それからこのシートのところにはこんな感じで切り込みが入っていて、こうやって取っていくと、これはポイントカード。ポイントカードだね。パン屋さんのポイントカードだよ。それからこっちの方には、よいしょ、お札だね。お札があるよ。これは1万円、1万円札。そして、これは何円札かな？あ、また1万円札だね。1万円札が2枚。そして、これは何かな？これは1000円。1000っていうふうに書いてあるね。ここのところだよ。これが1000円だね。1000円が1、2、そして、あ、別なお札がまたあったよ。2枚だね。1000札は2枚で、これが5000札、5000札が1枚。そして、よいしょ、バスケット。バスケットだね。パンをつくバスケットが2皿あったよ。そして、あ、こっちの方には、500円玉。そして、100円玉。100円玉2枚。10円玉も2枚。そして、5円玉。ちっちゃなお金も入ってるね。そして、50円玉。それから、1円玉が1、2枚。こんな感じで、お金も揃って遊べるおもちゃのセットだったね。パン屋さんのお買い物セット楽しかったかな？チャンネル登録して次の動画でも遊ぼうねー。